皆さんこんにちは、滝沢克成でございます。スラム奏法小ネタフレーズネタの2本目の動画でございます。1本目と全く趣旨は一緒で、フレーズを一緒に練習して、スラム奏法の基本ビートとか、フィルインとか応用とか、そういったものを一緒にこう習得して上手くなっていこうぜ、おいみたいな感じの、そういう趣旨の動画でございます。2本目で習得するフレーズはこんな感じです。ちょっと弾いてみます。聞いてみてくださいませ。いきます。1,2,3,4。こんな感じのフレーズです。16分布になるんですよね。タンタカトコトコトントコトで、これができるとね、もうどんなテンポでも対応できるんですよ。もうこのまま速くすればこんな感じ。こんな感じでこれめちゃめちゃ速いテンポにも対応できるんで、これができるとめちゃめちゃお得でございます。じゃあちょっくらやってみましょう。今のフレーズ見てね、ああなんだそれか、できるかなって思った方は次の動画に進んでいただければ幸いでございます。やってみよう、面白そうって思ってくれた方は一緒に練習をしてみましょう。1本目の動画はステップが4つありましたけれども、2本目の動画はちょっくら増えまして、ステップが7個あります。7ステップです。まず 1,2,3,1,2,3、 ここまでいきましょう。1はバスストロークです。同じ1、同じで、その次2もダウンストローク、これ全く同じで、3新しい要素です。親指でアップストロークしましょう。1,2,3,1,2,3,1,2,3、これをドーナツドーナツドーナツのリズムでいきます。ドーナツドーナツじゃなくて、ドーナツドーナツ、この 3番目のこのアップストローク、親指でやることが超大事です。これがまずドンドンと前半ですね。でその次4なんですけども、4からいきましょう。4、次はですね、まずこのスネアです。スネアパン一緒ですね。スネアで、その後に書き上げる動作も一緒です。書き上げる、スネア書き上げる、4,5で、その後にダウンアップします。ダウンアップ、4,5,6,7で、最後の7のアップストロークは別に親指じゃなくてもいいです。人差し指とか中指とかでも全然 OK です。4,5,6,7。お好きな方法でダウンアップをしましょう。叩く、書き上げる。ダウンアップ。パパいいや、パパいいや。ドーナツパパいいや、ドーナツパパいいや、ドーナツパパいいや、ドーナツパパいいや。こんな感じです。ゆっくり行きましょう。まず最初は、ドーナツ、パパ、イヤ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 。ドーナツの時にその親指でアップストロークをするなんて言ってたじゃないですか。この親指でアップストロークをした流れで、このスネにつなげないんですよ。ドーナツ、パー、ツパー、ツパー、ツパー。悪くやると、ツ、じゃなくて、ツバ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 、見てこのツバ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 じゃなくて、ツバ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 、失敗した。こんな感じのノリでいきたいんです。ドーナツパパイヤ、ドーナツパパイヤ、ドーナツパパイヤ、ドーナツパパイヤ。こんな感じでこう、ね、そのそれぞれの動きをこのなんか関連させてというか、なんていうか、滑らかにできたら嬉しいなという感じでございます。でこれね、1本目の動画の話と全く同じなんだけれども、重複するんだけれども、まあ最初からできる人いないですよ。なかなかぎこちないというか、手順が慣れないと思います。うわーってなると思います。まあそんなもんなんで、そこから頑張って練習していただけたら幸いでございます。ドーナツパパイヤ、ドーナツパパイヤ、ドーナツパパイヤ、ドーナツパパイヤ。これが基本パターンです。うまくできたら左手のコードも練習してみましょう。人差し指が5弦の2フレット、中指が6弦の3フレット、薬指が2弦の3フレット、小指が1弦の3フレット。この G コードでドーナツパパイヤ、ドーナツパパイヤ、2ドーナツパパイヤ、2ドーナツパパイヤで、1小節です。2ドーナツパパイヤで1小節です。でそれぞれ G を1小節弾いたら、
中指と人差し指を1個弦下に持ってきます。ふっとね。でこれで1小節2ドーナツパパイヤですね。でまた G に持ってって1小節1小節弾いて、これが基本のパターンって感じです。どうでしょうか、G でドーナツパパイヤ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 ドーナツ、こんな感じです。で最後のフィルインはドーナツパパイヤっていうパターンのドーナツの部分をドードーにしましょう。ドードーパパイヤドードーパパイヤ、バスストロークってことですね。バスストローク、バスストローク、パッパイヤ、ドーナツパパイヤ。これだけでもね、結構ね、フィルイン感あるんですよ。ドーナツパパイヤ、こんな感じで。こんな塩梅で、ドーナツパパイヤ、ドーナツパパイヤのパターンと、左手の G と、C アドナインってことなんですけども、C アドナインを練習して、で、その後に、ドー、ドー、パパ、イヤ、そのパターンも合わせると、まあ、一番最初に僕がやったフレーズができるはずなので、頑張ってやってみていただけたら幸いでございます。2本目に関しては、本当そんな感じです。手順は、分かったかと思うので、あとは、できないを、できるにするターンでございます。分からないを、分かるにしたならば、この動画の中で僕が説明したことで、皆さんが話を聞いてくださったことで、分からないが分かったになったと思います。その次はできないをできるにするターン、これに関しては僕の力ではどうしようもないので、皆様がもう切磋琢磨して、もう自分でこの頑張って練習して、時間を使って、オラーっつってこうニャーってこうウーってやった感じでニャーってするとムーってなるので、まあってこうやってくださいませ。そんな感じでございます。じゃあそんな感じでブーってこうバッつってこうブワッつってでこうザーってね、ねそんな感じでございます。よろしくお願いしますおまけ、ちょっとさっき僕がねやったそのめちゃくちゃ早いパターン、ですね、これね、ドーナツパパイヤのね、ドドーナツのドウの後にですね、ちょっとねおまけ入るんですよ。ドル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 ナツドルナツドルナツドルナツなんですけども、ドルでこうね終止日でこのアップストロークが入るんだ。ドルパッパイヤドルナツパッパイヤ、こんな感じです。ドルナツパッパイヤ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 、でこれを本当もシンプルに速くしていくだけです。ドルナツパッパイヤドルナツパッパイヤドルナツパッパイヤ、こんな感じ。まあなかなかこんな早い曲演奏しないけどね別にできたところで何の得もないんだけど、なんかこうパッてやるとなんかこう、うわーすげーって思わせられるぐらいのメリットしかないんですけども、まあちょっと練習していただけたら、使うところあるかどうかわかんないけども、まあ使うのかなわかんないけど、まあちょっと練習してみてくださいませ。そんな感じです。でもまあ最初のドーナツパパイヤドーナツパパイヤ、これができればもう何の問題もございませんので、頑張って練習してみてくださいませ。それでは今回の動画はそんな感じにさせていただきましょう。わかんないこととかありましたらですね、ぜひお気軽にコメントの方残してみていただけたら幸いでございます。そんな感じで今日も最後までご視聴ありがとうございました。また違うところでいたしましょう。さよならグッバイの前にちょっとお知らせしとこうかな。私、滝沢克成、YouTube メンバーシップのあるものをやっておりますでございます。ちょっと練習しながら話を聞いてみてくださいませ。まあ、簡単に言うとね、その YouTube のなんか有料会員みたいな、そういうサービスなんですけれども、なんかこう、ファンクラブとかそういうわけでもなくて、なんか本当めちゃくちゃこう、身近なコミュニティというか、なんかこう、プレゼント大会みたいなのがあったりとか、なんか、オフ会があったりとか、発表会があったりとか、なんかこの、会員さんだけしか参加できない Twitter やったりとかしてて、まあ、その中でもですね、普通に日常的にその質問答えたりとかするときもありますし、その会員さん限定の YouTube 生放送とかもあってですね、そこでこう全然ゆっくり話とかもできたりとかするので、もし興味があれば、なんかそれも1ヶ月だけとかでいいので、なんか入会をご検討いただけたら幸いでございます。概要欄の方にね、入会はこちら、みたいな、ご案内こちら、みたいなのがありますので、もしよければ、
チケらせていただきました。幸いでございます。なかなかギターライフが楽しくなると思いますので、入って全然損はないかと思います。よかったら検討してみてくださいませ。それではまた違うところでお会いいたしましょう。うまくできたら次の動画に進んでみてくださいませ。それではどうぞ。